にちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、罠の戦争第10話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いやー、もうちょっとね、もう猜疑心が芽生え。芽生えたね。殻に溺れ。大変なことになってきましたね。大変なことになってきたね。もう最大の危機ですよね。はい。はい。まず4分。はい。鷲津さんと、ゆきさんとの、記事についての交渉のところっていうのがあるんですけど、はい。だんだん、ちょっとなんていうのかな、いろいろな、思惑がね、今までは思惑がシンプルで明快で、ね、一致してた部分があったのがっていうね、それがちょっとずつね駆け引きになっちゃってきたんでね、でその中でやっているっていう、すごく2人ともいい交流になっていましたね。いい演技でしたね。素晴らしかったと思います。そうですね、やっぱどっかでね利害が一致しなくなるっていうのはそうなんでしょうね。これやっぱりネジが狂うんだな、やっぱな。いやでもそうでしょうね。それぞれがそれぞれの場所で必死に何とかしようと動いてるから、やっぱちょっとずつちょっとずつずれていくというか、ね、変わっていくっていうところなんでしょうね。はい、で、12分。はい。でね、奥さんのかなこさんがね、公園で話を聞き出すところみたいなのがあるんですけどね、今ちょっと悩んでいる方に、かなこさんがどうしたのって言って、私も昔ねっていう話を聞き出すところがあるんですけど、なんかかなこさん自体が非常にやっぱり優しいあったかい行動をしていて、相手に入り込むっていうで、繊細な交流になっているし、やっぱかなこさんはまだぶれないところにいますよね。いい演技でしたね。そう、やっぱ鷲津さんとちょっとやっぱ対になってるというか、そうなんていうんですかね、かなこさんが変わらない分鷲津さんが変わっていってるがより鮮明になってるっていうところですよね。力に溺れていってるのがねもうなんでしょうね、多分目的はほとんど多分近いんだろうけど、多分それのために取る手段が違うっていうね、別の道で行こうとしてるっていう多分ことなんでしょうけど、いや難しいですよね。でもなんか人生の真理をちょっとやっぱついてる感じはすごくしますよね。わかるわかる。そうなんだよね。途中で言ってたもんね。なんか一生懸命やったらっていうね。ちょっとその時にね、話しましょうかね。ごめんなさい。はい。18分のところ。はい。鷲津さんと来ましたよ。はい。総理、龍崎さんとの、ポストを用意してくださいっていうか、ポストと金の話のところっていう。そうですね。いやー、ここもね、なんか強い行動のある駆け引きでしたよね。ただな、やっぱ歴戦錬磨というか、非常に緊張感のある中で行われる駆け引きだから、強いいい交流でしたね。でやっぱ負けないですよね。動じないし、素晴らしかったですね。そうですね。いやそこで負けてるやつは、首相の座にはいられないですよね。いや、そりゃそうですよね。そうだね。負けたやつはそこに座ってないってことですね。そうだね。勝ち続けてる方ですもんね。そうですね。いや、そうですね。そりゃそうだと思うし、やっぱでもやっぱり怖さがあるというか。いや、面白いですね。面白いね。はい。で、26分。はい。鷲津さんと鶴巻さんとの漢字チョイスでのところですね、交渉というか、なんかでもね、この2人もついにちょっとずつ、本当のことを言い合うみたいな強い行動が出てきたんですよね。なんか今までちょっとそらしたり、なんだりってのがあったんだけど、今回はね、ちょっとね、バチバチ言ってたよね。で、なんか芯にねじ込むようなニュアンスのあるね、いい演技だったんですよね。よかったですね。いいですね。鶴巻幹事長も多分もし鷲津さんがこのまま行動を変えなかったら多分鶴巻幹事長みたいになっていくっていう、そうなんだろうね、ある種の多分未来の予想みたいなことなんでしょうね。多分このね鷲津さんが今入ってしまった道の先には多分鶴巻幹事長がいてっていうことなんでしょうね。いやだからそう、さっきも言ったけどさ、真理だよね。なんか、うん、初めは本当にいいことをして、いいことをして、いいことを積み重ねようとね。そうそう。そしたらいつの間にか権力に溺れているっていう。ね。そうなんだね。いや、まあ、わからないでもないけどな。ああ。いや、でもそうでしょうね。だって力がどん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 強くなっていくわけですもんね。いいことをして、いいことをして、もっといいことをしよう、もっといいことをしよう、もっといいことをしようとすると、いつの間にかやべえやつになってるっていうね。ね、いや、まあ、巨大な力になっていくと、やっぱ周囲をちょっと踏み潰してしまうようになってしまうというか、ねえ。いや、これもでもまあ、真理、人の群れというか、社会の真理というか、ねえ、をやっぱついてるような気がしますよね。いやそうですよね。はい。で、もうね、もうとにかく鷲津さんがもうちょっとやばくなってきちゃったんですかね、もうね。そうですね、もう信頼できないというか、もう、なんていうんですかね、誰が裏切るのか分からないし、ね、もう全員が裏切り者に見えるんですよ。そうだよね。そうなんだよ。で、その37分。で、鷲津さんと高野さんとの家でのところ。うん、まあ、もう鷲津さんはね、もう強い行動でバンバン入っていこうとしてね。うん、で、まあもちろん高野さんもこの時点では分かんないじゃん。それは分かんないんだよね。本当はっていうところは分かんないけども、ね、そこを疑い始めちゃうし、うん、で、その後のかなこさんとの、奥さんとの、うん、交流もだいぶ対立したもんね。強い対立なるいい行動でしたけども、だからもうよう分からんくなっちゃったね、もうね。いやそうですね、これでまあでもそうなんでしょうね。なんかもう、だってそうですね、一手間違えたらもう死ぬかもしれないっていう状況もなくて、そうだね、裏切り者は誰かを見つけなきゃいけないってなったら、やっぱ信頼できないというか、いやこれも真理ですよね。ね、だからその鷲津さんのクッションを投げるところってのは非常に綺麗な衝動の行動でしたね。非常に綺麗な演技だったね、あそこは。よかったですね。で、ラスト42分。鷲津さんと、で、正人さんなのね。いややっぱりそうでしたね。事務所でのところなんですけど、まあ、まだこう本格的にバチバチはもう次かな、始まるのかな、わかんないんだけど、まあちょっと触りの部分というか、そうだね、触りの部分だったね。でもまあ背景が非常に響いているというか、まあそりゃそうだよねっていうマサトさんのね。ね、そうですね。まあ彼の根本的な理由ですよね。でまあ強い対立のあるいい交流でしたね。だから高いエネルギーだよね、お互い。鷲津さんはちょっとこう冷静なんだけど、やっぱりなんか体は非常にエネルギッシュだもんね。追い込まれてるからね。いやこの追い込まれてるからっていう体をするっていうのがすごいな。いやそうです、ね。パッと割れて作ってんのにさ。いやまあ要はすごいね、やっぱね。いやー、すごいですね。いい演技でしたね。素晴らしかったですね。いやー、これね。で、なんかところどころさ、まあ、これやっといてとかって言ったときにさ、鷲津さんがさ、えとかっていう、ああいう顔怖いな。迫力あるな、やっぱな。いや、だってそうですよ。ほっといたら、だって鶴巻幹事長ルートですから。いや、そうですよ、そうですよ。しかもね、まあ、鷲津さんの本体もね、本当に長い間、第一線で活躍したトップの岡田ですからね、そりゃあんぐらいのエネルギー出しちゃうよね。いやー、すごいっすよね。これでも、ね、いやー、どういうところに最後、まあ、着地できるのかっていうところですよね。もう、なんですかね、戦は怖いですよ。怖いよ。もう、ここまで来たら、やっぱでも、そうですね、なんか、権力の世界っていうのは、やっぱ、なんていうんですかね、そういう適性がある人じゃなきゃ生きていけない。いやー、なんだろう。そうですね。いやー、そう。わかんないもん。だって、もう、絶対これですって発言するもんね。いや、仮にさ、どんだけこれが違う、これがあれが違うって言っても、絶対これだって言うもんね。そうですね。この適性ってすごいよね。そうですね。うん。まあ、堂々と主張するっていう、まあ、ことですよね。まあ、そうですね。うん。で、まあ、確かにそうなんでしょうね。こう、なんていうんですかね。こう、みんなを引っ張っていく人っていうのは、やっぱそうでないと務まらないというか。まあ、そうだね。っていうことなんでしょうね。うん。ねえ。いや、すごい話だけど、でも、やっぱり真理を感じますね。感じるね。そう、やっぱ、それがこのドラマの、やっぱすごいところですね。感じる。はい、そんな罠の戦争、第10話のちょっとベストシーンを開けていきましょうか。いや、もう絶対ここです。もう今回はこうだと思います。26分、鷲津さんと鶴巻さんの漢字教室の交渉のところ。これね、ついに本当のことをこう、ちょっとこう、言い合うというか、ちょっと鎧がはだけたところで殴り合うっていう。なんかこう、芯のあるねじ込むようなね、ニュアンスなので、お前はこうだぞ、こうだぞ、こうだぞ、いやいやいや、こうだぞ、こうだぞっていう、なんかね、もうあんまり隠さずに本当のことを言い合ってるニュアンスがね、非常に強かったんですよね。素晴らしかったですね。そうですね。いい演技でしたね。なんかこう、もう人間と人間のぶつかり合いみたいになってもうなってたね。なり始めたね。なんか多分そうあれでしょうね。やり合ううちに多分なんかこう分かり合えてきちゃったみたいな、そういうなんかあるでしょうね。不思議ななんかね、つながりが多分ねできるんだよね、あれね。一周回って注意してるもんね。いや、そう。いや、でもそうですよね。そうだよね。多分なんか、ある種、お互いにその力を認め合ったというか、ね、なんか多分そういうことなんでしょうね。そう。いや、しかし、鶴巻幹事長も、引退するっていうね、尻尾つかまれたら引退して、影響力を残すぞっていう、もう、本当に百戦錬磨ですよね。いや、もう、あるだろうね。やっぱ引く判断も早いというか、やっぱ適切なんでしょうね。あんだけ百戦錬磨になってくると。だしさ、こんなもんさ、まあ、そんなことないんだろうけどさ、引退しますって言っても、戻ってこれるもんな、これな。いや、そうでしょうね。いや、すごいよね。そうでしょうね。で、やっぱりこの鶴巻幹事長の能力っていうのはやっぱ首相も認めてるっていうのが、これがまた面白いところだよね。いやー、そうですよね。そう。ね。彼にはまとめる力がある。ね。秩序をね、保つ力があるんだっていうね。こうだったのがこうなり、いずれこうなるっていう。すごいな。すごい世界ですよね。そうだな。全然痛くないな。全然痛くないな。ねえ、関わらずに生きてたいですよね。いやー、でももう最後ラスト楽しみ、ね。楽しみだね。あと1話ね。いや、どんなね、鷲津さんがまあどんな決断をして、ね、どんな人生を選ぶのかっていうところ、すごく楽しみですね。はい。というわけで、罠の戦争の第10話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。